エボラはポルトガル南東部アレンテージョ地方エボラ県にある町である。人口は57,073人。面積は1,307平方キロメートル。スペイン国境に近い。ローマ帝国時代からアレンテージョ地方の中心地として栄え、ルネサンスの時代には大学も置かれた学芸の都でもある。1584年9月には、 伊藤万諸らの天正圏王少年施設が立ち寄った街でもある。アレンテージョ地方はテージョ川の南に広がる平野地帯であり、エボラは河口に位置するポルトガルのシュトリスボンより東に約1 3 0トルのところに位置している。旧市街の史跡の保存状態もよく、ユネスコの世界遺産に登録されている。エボラの歴史は道路川以南のポルトガル及び スペインのエストレマドゥーラ州に居住していたイベリア半島の先住民族であるルシタニア人が建設したことに始まる。彼らによってアレンテージョ地方の首都として機能をエボラは持つこととなった。紀元前57年、エボラは共和制ローマの支配下に入った。これ以降エボラは二重の城壁を持った町へ発展を遂げた。ガイウス・ユリウス・カイサルはエボラの町を リブラリタス・ジュリアと呼んだ。街の成長はエボラが交易路の交差点であったことからも続き、ガリアやルシタニアを旅行した、博物学者ガイウスプリニウス・セクンドスはエボラを訪問し、著書、博物史にエボラシリアリスとして記述した。その記述によると、当時のエボラは周囲を小麦畑で囲まれていたことがわかる。また、エボラの繁栄は、 この当時に多く発行されたコインでも明らかである。町の中心部には、コリント様式の神殿が建立され、ローマ初代皇帝アウグストゥスが祀られた。4世紀になるとエボラにも、キリスト教が浸透し、司教座を持つようになった。民族移動時代の間、エボラは、西郷都族の領土となった。エボラの地位は聖堂を持つ都市へと昇格していた。とはいえ、 この時代の建造物は多く残されていない。715年、ターリクイブンズイヤード率いるムーア人がエボラを征服した。イスラームの統治は1165年にまで及んだが、その間エボラはゆっくりとではあるが繁栄を取り戻していった。エボラは要塞とモスクを持つ町となり、この地方の農業の中心地となった。エボラの町の特徴はムーア人の影響を受けている。 1165年9月、エボラは、恐れ知らずのジェラルドの攻撃によって、ムーア人の手から奪われ、翌年に、アフォンソ一世の統治下に入った。その後、15世紀にかけてポルトガルは、経済的繁栄を築くが、ブルゴーニ王朝、アビス王朝の時代を通して国王はエボラに、滞在することが多く、邸宅や、記念碑、宗教的建築物が建設された。 王族の結婚式が行われ、この地で重要な決定もしばしば行われた。特に、アビス王朝時代、とりわけ、マヌエル一世やジョアン三世が統治した15世紀後半から16世紀の前半にかけて、エボラはルネサンスの中心となり、フランス人彫刻家のニコラシャントレーヌやポルトガルの儀曲の父であるジルビセンテといった芸術家が集まった。 エボラは1540年に大使教座に昇格した。1559年にはイエズス会によってエボラ大学が創設された。イエズス会の影響の下、エボラは対抗宗教改革の中心となり、スペインのクエンカで生まれたルイス・デモリナなどがここで宗教教育を受けた。1759年、ポンバル公爵がイエズス会をポルトガルから追放し大学が、 閉鎖されるとエボラは徐々に衰退していった。多くの芸術家によって、たくさんの建物がエボラの地に建設された。現存する建築物の様式は多様性に富んでおり、ロマネスク建築、ゴシック建築、マヌエル建築、ルネサンス建築、バロック建築と様々である。現在、歴史地区の範囲は1.05平方キロメートルであり、約4000の建物がある。 エボラの旧市街は1986年にエボラ歴史地区としてユネスコの世界遺産に登録された。世界遺産登録範囲には以下のような歴史的建造物が含まれる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。